そして最近吉田春はすっかりおとなしくなったともっぱらの評判だ。今日は静かだね。まあ当たり前だろ。だってお前よくわかんないけど勉強が大事なんだろ。お前の大事なもんは俺も大事にすんだ。なるほど、大事にするってそういうことか。そうか、私今大事にされてるのか。なんだ、もういいのか。お腹空かない。もんじゃもんじゃもんじゃお前が途中で勉強やめるなんてよっぽど腹が減ってたんだな。ああ、まあっていうか勉強になってなかったし。え、あんたも嬉しそうだしね。え、何あれ、ドキドキしねえ。あれ、なんでだ。この間も思ったけど俺全然お前にときめかねえ。え、なんでだろうな。前はあんなにドキドキしたのにな。でも雫のことは大好きだぜ。おい、早く行こうぜ雫。え、みんな怪我しないようにね。ミッティの姉子、あの寺子屋が元に戻ったら私にも教えてもらえませんか。字なんかニュアンスで書ければいいんじゃなかったの。私お仕事は瓦版一本に絞ったんです。みっちゃんさんにすられちゃいましたから。すられた、何を。私のハートです。でもなんだかとっても嬉しくて、だからこの気持ちを手紙に託してみっちゃんさんに伝えるんです。そう、また幸せが逃げるため息に戻っちゃいましたね。やっぱもう一人欲しいな。贅沢言うなよ。姫様抱っこで宇宙空間とか絶対無理だから。春之助、ジョージ帰ってくんならそう言えよ。本当だよジョージ、よく帰ってきたな。帰りなさい。あ、ただいま。